さあ右サイド矢野貴章、ウイングのような位置を取ってきます。クロスが来た、ヘッド、長井のダイビングヘッド、先制名古屋グランパス、見事でしたね。素晴らしかったです、まあ、ワンタッチで矢野貴章が入れたのがまず素晴らしかったですよね、はい、で相手に当たってちょっとコースも変わったりイレギュラーしたんですけど、思い切って入ってきた、いいタイミングに合いましたね。矢野が高い位置を取っていて、そこに無駄から1本いいボールが出ましたね、はい、ワンタッチですからね、はい、このシーンです。周りクロスですよね、で当たったんですよね、はい、いやもう気持ち